事業提携を結んだのは名古屋に本社を構えるビルメンテナンス会社タイ,イとシンガポールの IT 企業アナクル社ですシンガポールの空港やショッピングモールなどで活用されているアナクル社が開発した施設管理のシステムを日本の大規模なビルに導入するとしていますビルメンテナンス業界ではおよそ8割の会社が人手不足に直面しており 今後、警備員や施設管理の人員が減ってもこのシステムの導入でサービスの維持につなげたいとしています。